指導のオンとオフが激しすぎる初代タイガーマスクこと佐山悟。オフ、技術というのはさ、もちろんあるよ、すごいいっぱいあるよ。覚えてほしい今日の合宿で。精神的なこと、これも技術のうち。自分で高めること、これも技術のうち。オン、思いっきり傘が、思いっきり傘が、お前らやってみろ。俺こっこの野郎、タイガーステップ。ゼコロトクさん、こんばんは。深夜の放送部タグです。古すぎて草言うとりますけども、本日は1月3週目の週末でございます。センター試験終了の中、いかがお過ごしなんだおまんたちって言うとりますけども、入足は次回しますね。センターお疲れした。で、今回なんですけども、昨日に引き続きツイッターで起きた事件について紹介させていただきます。リクエストありがとうございました。それがこちらも動画が拡散されました。教師による生徒への体罰動画でございます。まずはざっくり紹介。ツイッターにてとある学校の教師が男子生徒をぶん殴る様子の動画をアップ。動画拡散され、メディアまでもが取り上げる騒ぎになったのですが、状況はオリンピックの予算ぐらい思わぬ方向に変わっていきます。それがその後投稿された動画のフルバージョンが公開されます。するとそこには教師に反抗する生徒の姿、撮影者のツイッターでこれを炎上させようぜという一言、後ろで隠れてスタンバイしていた生徒、実はこの動画ピアスをつけ先生を怒らせ、もともと撮影炎上目的で撮られたものだということが判明。撮影者ピアスドキュンも大炎上する騒ぎになったということなんですが、はい、まあこれ難しい問題ですよね。確かにどんな状況でも教師という立場で暴力はダメだと、昔と時代が違うぞっていう意見が一番正しいと思うんですが、それを逆手に取るっていう行為は僕は暴力よりも暴力だと思うんですよね。人をはめたりとかね、その人を集団で潰そうというのは一番立ちが悪いし、ましてや未成年だから、相手が教師だからっていうのを理由にしとるのであればね、許されないことじゃないかなと思います。この鉄拳制裁でね、彼がはめたりとか遊び半分でしたのが悪かったっていう風に改めれば、僕がぶん殴ったことも立派な教育になったと考えますね。暴力ではそうなる可能性っていうのが少ないから、暴力はダメだよっていう風にはなってるんですけど、メディアもそうなんですが、教師を一方的な批判してます。ただこれが認められるならば、撮影者含めてどう思うか、ざまあ見るの一つだと思いますよ。改心っていうのは1ミリもないかと、本当にそれでいいのかとも思いますけどね。こちら皆さんの意見コメントお願いします。じゃあここでツイッターで募集した人の意見入れていきます。アンケートでは約半数が生徒が悪いけど暴力はいかん、 25% が生徒、その次が両方、そして一番低かったのが先生が悪いということですね。じゃあちょっとリプライ紹介です。1つ目、生徒も悪いが暴行まで行ってしまった教師も悪いと思います。教師も一人の人間だから感情が先走ってしまうこともあると思いますが、そこは教師という立場で職場でもあるから。ただ逆に言うと、教師の前に一人の人間ですからね。2つ目、あの生徒は殴られても文句は言えないだろうけど、殴るのはな、この先生がどういう人間なのかわからないけど、こういうことでちゃんとした教師が無意味に辞めさせられたりするのはなと。確かにその前を考えると、もともと理不尽に切れる嫌われた教師だったっていう可能性もありますよね。3つ目、殴るのを我慢できてたら先生の勝ちだった。まあこれ先生は悪くないけど、法律のもと負けたという感じでしょうか。4つ目、ピアスを開けてはいけないという風習風潮にまず納得がいってないです。笑いと。これに関してなんですが、じゃあ高校行くなよって話ですね。入れてください、勉強頑張ります、校則守りますって面接で言うたの君やんって思いますね。意見で多かったのが、まずピアスがダメな理由を教えてないっていう風な意見が多かったんですけど、じゃあなんで逆にすんのかっていう、その理由が知りたいですね。学校っていうのはそもそも勉強しに行くためのところですよね。ピアスダメですよっていう校則を承認して入学したのも君やし、高校に行くって決めたのも君やし、高校はもう義務教育じゃないですよ。これ中学生が言うなら分かりますけど、じゃあその思想の自由が認められてるところ行くか、教育委員会にもなって変えればいいし、自由云々の前に選択できたルールの中に入っておいてぐじぐじ言うなよって思いますよね。なんかこの義務教育じゃない高校のピアスとかに関しては、なんか中学のブラック校則とは全くわけが違うと思うんですよ。これどうですかね。それが嫌ならやめてそこ行けって、もうこれすらも教師が言うと今は暴言とか不適切って言われますからね。教師は絶対言うと思いますよ。卒業すれば髪染めてもピアスしても誰も何も言わんと。でも学校にはルールがある、守りなさいと。今ピアスをつけて反抗してる男子高校生にいますよ。こんなに小さなことも守れねえやつが本当に大切な女守れんのかと、家族ができた時守れんのかと。恋愛っていうものにはルールは一切ないけど、守るものが多いからな。いや、何の話言うとりますけど、まあ脱線しましたけど、今回の件は生徒も悪いが殴った教師も暴力を働いた以上責任に問われてしまうということです。この事件に関しては今後の対応がわからないところですね。久しぶりこの体罰問題というの出てきたのかなというふうに思います。こちら皆様の意見お待ちしております。で、あの最後に、1年前からずっと同じリプの方がいまして、何を僕が書いてもこちら、お残しはダメって、忍たまのおばちゃん。これも技術のうち、自分で高めること。